にちは、僕くんゲームでございます。今回も動画の方をやっていきましょう。ということで今回はですね、昨日来たね新イベント、まあ、いろんなイベント来たんですけど、VS ユーザーの一番左側の、まあ、国使ってね、ここで選べる国使って勝ってチャレンジ2ですね。それで勝つとガチャ券、まあ、今来てるね、1日1回引けるあのレジェンドガチャ券の方が、まあ、これ無料で引けるやつもらえるらしいんで、それやっていきたいと思います。だからチームね、どこにするかっていう話なんですけど、みんなどこ使ってんのかな。やっぱり人気はフランスとかベルギーとかかな。うん、この辺のやっぱ総力のとこ高いと。あとブラジルとかも人気そうだね。ということでね、今回どこ使おうかなって迷ったんですけども、僕はですね、迷った挙句、というかまだ決めてないんですけど、どうしようかな、これ。あ、ドイツとかも人気だよね。ブラジル使おうかな、今回。まあ、ドリブラー選手が多いっていうのもあるんでね。ブラジル行きましょう。めちゃくちゃ迷ってブラジルを選びました。ですね、これメンバー編成ちょっとしていきたいと思います。はい、ということで、とりあえずこんな感じになりましたね。やっぱり前線の選手、特にサイドね、ウィリアンと、ネイマール、僕の大好きなドリブル選手、ドリブラー選手なんで、あとはジェズス真ん中ストライカーを置いて、コーチーニョちょっと OMF で少し高い位置でね、まあ、ネイマールと絡みながらうまくアシストの部分だったり、ね、ゴールも狙っていく位置。で、パウリーニョとカゼミロッコね、CMF と DMF。まあ、守備もしながら、パウリーニョはね、攻撃にも参加すると。カゼミロのね、ここでかいですね、守備できるところ、選手なんでね。あ、あと待って、これ、チアゴシューバにしようかな、ここ、ジョアン・ミランダのとこ。これでいいかな。マルキーニョス、チアゴシューバ、ダニー・アベス、マルセロ、そしてエデルソン・モライソ。いうことでね、このメンバーで、戦っていきたいと思います。じゃあね、行きましょう。はい、ということでね、対戦相手の方決まったので行きましょう。調子大事だよ。おー、ウィリアンの調子が悪いですね。これはどうしようかな。だ、ドーグラ・コスタの調子も悪いな。まあ、このまま行こう。カゼミロのところがあれなんで、これ迷いますね。これ迷うな。まあ、でもとりあえずこれで、あー、フェルナンジーニョいるか。フェルナンジーニョ入れていきましょう。まあ、これでいこう。で、お相手がですね、ベルギーということで、今回ね、ベルギー代表、やっぱカウンターすごかったですからね、ワールドカップ、ロシアワールドカップ、日本もね、最後の最後、ギリギリでね、あれやられて、本当惜しかったね、あれ、日本勝ってたら、マジで伝説を残したというか、もう大記録というかね、ワールドカップ史上初ベスト8ね、日本が、本当に惜しかったですけど。ということで、今回ね、ブラジル対ベルギー、これ勝ってね、ガチャ券、もらって、今日1日1回なんで、今日の分も回せるから、250コインでね、それ回せると2回分回せるんで、頑張っていきたい。さあ、ベルギーがどう攻めてくるかですよね。結構つないできそうですね。すごいパスだな。ダニー・アウベス、大丈夫か。ダニー・アウベス、絶好調だよ。さあ、これ来たよ。内部決めろ。ちょ待って、なんかおい、ガーメンがやばいよ。ガーメンがガーメンの方がおやばいでございますよ。これまさかこのまま切れちゃうパターンある。これシュート打ったらもう 100% 入るよこれキーパーいないからね、もはやいないんだけど、これはどういう状況っていうか、なんかアップデート後に無効試合が減ったっていうね、ツイッターでよく、まあ、昨日、おとといぐらいかな、アップデート後、あの、ベッカムの表紙になったぐらいから無効試合なくなったっていう、なくなってはないかもしれないですけど、少なくなったっていうね、まあ、噂じゃ、多分あれ、みんなが多分ね、実感というか、多分されて、切断とかされてね、なかなか、やっぱ切断がちになることが多くなってるっていうね、報告みたいなのもツイッターであるからね、これ、無効試合じゃないよね、じゃあ。わかんないですけど。あ、切断勝ちですね。これ、お相手どういう意図なのかな。試合まだ始まって間もなかったですけど、まさかの勝っちゃいましたね。はい。ということで、何もしてないけど勝っちゃったっていう。1点も入れられてないのにまだ。まあ、あれ、打ってたら入ってた説あったけどね。ということで、ヨーロピアンレジェンズボリューム3 PS セレクションもらいました。ということでね。まさかの、なかなかの早いタイミングでしたけど。はい、ということで、こちらのプレゼントから受け取りましょう。そう、これ1回分無料でできるからね、レジェンドのやつ。
そう、これベッカムとか当たるやつですね。で、こちらのガチャ券ですね。一応ね、ツアイベとか回してたらね、銀以上のガチャもかなり出てるんで。はい、ということで、こちらね、今回。まあ、2枚あるんですけど、回していきたいと思います。そうだね、プレゼントと普通のね、エージェントがあるね。これも確率変わんないよね、おそらく。確率は 2.8% と 97.2% ですね。まあ、レジェンド選手が当たるやつで、こちらの方の確率は、あ、こっちがちょっと高いんだ。3.1% と、あれで。じゃあね、早速回していこうかな。狙いはですね、狙いは誰かと言いますとね、やっぱキーガンとか欲しいな、ちょっと。ケビン・キーガンね。この選手めちゃくちゃ強いんでね。使いやすい能力してるし、実際使ってる人とかもね、ツイッターとかで、やっぱ強いというか、使いやすいっていう声もね、聞いてるので、キーガン持ってないので欲しい。あと、ジェラードも欲しいですね。マテウス。あ、結構欲しい選手いますね。スコールズ。レジェンド選手、黒玉だったら、半分ぐらい多分ここでは持ってないんで欲しいな。あとはですね、まあ、いろんな金有能選手もいるんでね、当たればバイリーとかもちょっと上限解放で欲しいなと。はい。ということで、今回ですね、引いていきたいと思います。まずは右カーラーかな。このね、無料のプレゼントの方からね、こっちが一応 2.9% かな。ちょっと低いのかな。2.8 か。そう！これでどうだ？あー、黒通り過ぎちゃいました。黒通り過ぎちゃいましたけども、お、ビュルキ来た。ビュルキ、ゴールキーパー。ですね、ゴールキーパー能力。まあ、80後半がコラプシングとディフレクティング。それ以外は、83、82、81と、低弾道パント。まあ、低弾道パント持ってるのでかいですね。はい、ということで、無料の方はとりあえず、ビュルキが来ましたと。さあ、そして、1日1回の方。1日1回限定250コインバージョンの方も引いていきましょう。いきますよ。集中しろ。集中しろ。こっちの方が黒率高いからね、一応。3.1% なんで。さあ、ファイヤーファイヤーあれファイヤーあー、なんか同じパターンで黒通り過ぎてったよ。同じパターンで、おシュマイコー来たシュマイコーロシアワールドカップでもめちゃくちゃ止めてましたね。シュマイコー。ということで、ですね。こちらが GK センスからディフェクティング強いですね。やはり、これレベル1時点なんで、レベル30になるともう少し能力上がっていくと。低弾突破と攻撃的 GK。はい、ということで今回ですね、まあ、レジェンドガチャ2枚引かせていただいたんですけど、ね、お相手がね、一つ謎だったのが、イベントのやつですね。はい、イベントの、まあ、レジェンドの、ガチャね。ヨーロピアンレジェンドボリューム3もらえる。この一番左のやつでね。まさかの1点も入る前に、切断というかね。あれ無効にしようとしたのかな？ちょっとわからないんですけど、どっちか。真意はね、その方にしかわかんないんでね。ただね、1点も入ってないで、まあ、あそこの場面で切断っていうのはなかなか今までね、なかったんで、ちょっとびっくりしましたね。で、今回ですね、ちょっと一つだけ話したいことがあって、今ね、これ画面に出てると思うんですけど、こう、僕くんゲームアットマーク撮影中と書いてあります。はい、これ何かというとですね、DM の方で、先ほどね、僕くんさんとオンライン戦で当たりましたと、対戦ありがとうございましたっていうね、結構最近ね、こういう感じで、まあ、チーム名アットマークの後はね、なんか違ったりして、ただ僕くんゲームなんとかみたいな感じでね、当たりましたみたいに来てね、僕くんさん最初ありがとうございましたってあるんですけど、基本的にはですね、もう、最近増えすぎてですね、日本中の誰かがね、多分この名前で、結構やってると思うんですけど、増えすぎて、もうこの名前で自分はオンライン戦やってないんですよね。なので、この動画見てくれている方ね、まず、オンライン上でね、こういう感じの名前の方と当たってもですね、基本的には僕じゃないんで、チーム名も僕くんゲームにしてないんでね、そこをお気をつけください。はい、全然ね、名前をもうこんな感じで使ってですね、試合やってもらう分はね、自分は構わないんですが、ただ、それによってね、悪質なプレイとか、スライディングずっとするとかね、なんかこう、相手に迷惑のかかるようなプレイ、あとは無効試合とか切断とかね、そういうなんかこう、正当じゃないプレイ、とかそういうのをやってる方はですね、ちょっと悲しいですね、僕は。あれ、なので、DM とかで、まあ、よくいただくんですけどね、ツイッターとかでも。基本的には自分じゃないということをね、まず今回お伝えしたかったです。
あれだから、動画をね、見てくださってる方とかだったらね、チームとかをね、見て くれれば多分わかると思うんでね。そう、大体総合値が、まあ、今の自分の選手、上限解放どんくらいしてるとかね。そういうので、まあ、動画見てくれてる方は判断できると思うんですけど、初見さんとかだとね、初見さんというかあんまりそんなに見てないと、ただね、名前ぐらい知ってるみたいな方だと、なかなかちょっと判断しづらい。PS4 だとね、ID っていうのがね、試合のところ前に出るんでわかると思うんですけど、アプリはこのチーム名でね、ちょっと判断して、あとは、まあ、チームの選手っていうところあるんですけど、やっぱチーム名がね、基本的に大きく関わってくるので、まあ、ぜひ、惑わされないようにというか、今後もね、ちょっとこういう感じの発信していきたいですね。まあ、ちょうど今日ね、切断というか、されたのでね、ちょっとこういう話もしておこうかなと思いました。はい、ということでね、今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。もしですね、まだチャンネル登録してない方いたら、左上の僕くんの顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。